きく立派な石塔に青松山東五寺の銘が見えます。この山門は黒澤明監督の映画羅生門に登場する門のモデルになったと言われています。このしだれ桜は日蓮宗の総本山である弥勒山久遠寺から苗を移植したもので、春にはソメイヨシノより少し早く開花するようです。山門の上から見るしだれ桜も大変美しいですね。この東郷寺は明治38年日露戦争で日本海軍の連合艦隊司令長官として戦艦三笠に乗艦し、対馬沖の日本海海戦でロシアのバルチック艦隊に干渉した東郷平八郎海軍大将の別荘跡に建てられたお寺です。日本海軍連合艦隊の旗艦だった戦艦三笠は昭和36年記念艦として保存され、現在 JR 横須賀駅近くの公園にあります。余談ですが、東郷の名前とともにロシアバルチック艦隊の壊滅的な敗北のニュースは当時直ちに世界中に伝えられました。ロシアの圧力に苦しんでいた国々においては、東郷は国民的英雄になり、国によっては東郷ビルが作られたり、町の通りの名称が東郷通りと改名されたものもあったと言われています。